今日のモカツはドラゴンボールのプラモデル Z からスーパーサイヤ人3孫悟空フィギュアライズスタンダードのキット、以前に製作したものをリペイント組み直しをしました。早速塗装の様子を見ていきます。まずはシタデルカラーのシェイド、黄色の液体塗料カサンドライエローです。大きく何といってもスーパーサイヤ人3の代名詞の頭髪に影となるように塗り入れました。シタデルカラーはイギリスが発祥の水性アクリル塗料、マットな質感、粘性が高く隠蔽力が強いのが特徴。フェイス、首元、腕部の露出している肌の部分にはパレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを使いました。パレホはスペインが発祥の水性アクリル塗料です。フィギュアやプラモデルの塗装にはとても重用しているカラー、色数も多く明るいカラーもたくさんあります。オレンジは今回は2色使いました。シタデルカラーのコントラスト、グリフハウンドオレンジです。コントラストは染め塗り塗料、模型のディティールに沿って染まっていきます。道着全体に水で薄めながら塗り入れました。ここで青、アンダーウェアと帯の色としてシタデルカラーのベース、カレドールスカイです。隠蔽力強めの使いやすいブルーカラーです。そしてオレンジを上塗り、今度はシタデルカラーのレイヤー、ファイヤードラゴンブライトです。面積が大きいので平筆を使って素早く色を入れました。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用しました。塗装に要した時間は約50分でした。オール筆塗りで仕上げました。この塗装で使用した塗料はこちら。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き乾燥させます。色塗り終わったパーツを組み上げていきます。使った筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はハケ、ブラシを使って時短させ効率よくペイントしました。このキットは2019年3月に発売されました。表情パーツは2種類が付属していました。スーパーサイヤ人3孫悟空はあの世での修行により秘められた力を最大限に引き出したスーパーサイヤ人の形態で、大量のエネルギー消耗で限られた時間しか変身できない魔人ブーとの戦いで初披露されました。フロントビューからリアビューまで、ということで今回はドラゴンボールのプラモデル、フィギュアライズスタンダードシリーズ Z に登場したスーパーサイヤ人3孫悟空水性アクリル塗料でリペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。